はい、どうもこんにちは、ティーマジャイス。ブラックです。ということで、今回もですね、ウィニングレバープリン戦時やっていこうと思うんですけど、今回はですね、ピーチブール監督バージョン 2.0 の人選徹底解説ということで、もうすでにですね、ピーチブール監督バージョン 2.0 の試合動画の方はね、上がってるんで、ぜひね、動き確認したい方は見てほしいんですけど、今回はね、今人選をね、徹底的に解説していこうかなということで、まあ、1本目のね、ピーチブール監督バージョン 2.0 がね、かなりね、たくさん高評価いただきましたということで、ありがとうございます。ということで、早速ね、人選徹底解説していこうと思うんですけれども、こちらね、使ったスカットやはりベンチであるんですけど、まあ FP とかね、やっぱアイコニック選手持ってない方もいるんで、最後にですね、通常選手だけで組むならばみたいなスカット全員通常選手みたいな感じで組んできたんで、そちらもね合わせて紹介できればなと思います。はい、ということで早速ね、いきます。まずキーパーはまあドンナルンマ。まあここはね、正直自分の使用感のいいキーパーを使っていただければいいんですけど、うん、ただピーチブール監督の場合って結構ライン高いし、3トップでね、こう前に人が多いんで、やっぱりね、裏取られること多いんで、まあできるならば攻撃的 GK がいいかなと。で、後ろ 4CB ですね。右からマルディーニ、キャンベル、クリバリ、バレージということで、まあここは本当にライブアップデーがいい選手をまあ積み込んだみたいな感じになってるんですけど、まあ特にやっぱり最近オチ TV が言ってるのは、サイドバックの CB っていうのはボディコンとフィジコン、うん、この部分が高くて、かつですね、このバレージに関してはね、ワンパを持ってますね、うん、ワンパを持ってるサイド CB を1枚置いとくと、やっぱりここでね、こう逃げれるんですよね。ここにで真ん中2枚はもうね、キャンベルとクリバレということでガチムチ、一番重視のフィジカルで、まあビルドアップはまず置かなくて、フィジカルコンタクト、アグレッシブネスでスピシュン、まあデカさ、これもビルドアップ気にならないよって方がいれば、まあ別にビルドアップ置いてもらってもいいですよ。置いてもいいんですけど、ピーチプールって弱点としては結構間延びするんですよ、はい、攻撃と守備のスペースががっぽり空くんで、はい、ちょっとやっぱここでビルドアップとか、まあ、前に食いつく選手を置いとくと簡単に裏取られちゃうっていうのがあるんで、なるべくだったらやっぱ前に出ていかない選手、そうですね、っていうのがまあいいかなっていうことで、はい、おもち TV はねこの2人を置いてます。はい、 DMF ですね。ここダブル DMF 置いてて、グエンドジと、ビエラといった感じ、アンカーとハードプレス置いてるんですけど、4-2-1-3だとやっぱりこう前のこの4枚がかなり攻撃力あるんで、やっぱ後ろをねアンカー置いとかないと、まあ、ちょっと厳しいかなと。まあいつもだったらね、4CB に対して1枚ハードプレス、はい、置こうみたいな感じだったと思うんですけど、今回さらに 4CB 引いといて1枚はアンカー、アンカーでもう1枚はハードプレスでビエラで、まあここも本当でもディフェンス面がかなり高い選手置いてるといった感じで、まあ DMF にしてるからって言って上がっていかないかっていうと全然上がってくるんですよ。もちろん上がってくんですけど、 DMF にしていくとやっぱり位置が最初の初点の位置みたいなのが結構低かったりするんで、うん、まあここはビエラ置いて、で OMF がまあ2列目かなと思いますね、クライフで、でなんでこれ2列目でここクライフでここがトッティかっていうと、まあその試合動画にも言ったんですけど、このトッティがナンバー10で、まあ、SC しておくとナンバー10発動するんですけど、ここに居続けると、うん、そうするとこのクライフがこう裏を越してくる。で逆に言えばこうトッティがちょっとこれで下がってきて、うん、クライフと距離が近くなる。だからここでの2射間のパス交換がすごい近くなるんですよね。でこうトッティがこう落ちてきたことによって、この両サイドのラインブレーカーね、これムバッペとフォーランドなんだけど、ここのスペースにこう走ってくるから、こういうふうに斜めの走りね、うん、これ実際に、ね、試合動画見ていただければ何個も出てるシーンがあって、ワンツーとか特にしなくても勝手に AI でここのサイドの ST のこうラインブレーカーが中に絞る動きをします、こういうふうに、うん、なんでここはナンバー10を置いてワンパワンシュー持ちでスルーパスを持ってるといいんですよね。フリットとかも結構コメント欄で来てたんですけど、フリットとかも全然いいと思うし、ロナウジーニョとかね、ナンバー10の選手ちょっと置いてもらえればなと思うんですけど、そうだね、テクニシャン系ので、そうなおかつ体が強い、まあその ST なんで下がってくるんですけど、ただやっぱ一番プレッシャーが来るところなんで、そうそうそう、まあそのちょっと逃げられたりとか、はい、ワンパで逃げられたりとか、あと体がね強かったりとかすると、まあなおよしという感じですね。まずはナンバー10っていうのを、まあ、置いてもらえればいいかなと。でサイドの ST なんですけど、これラインブレーカーなんですけど、ラインブレーカーで ST の選手、ST の本適性がついてる選手意外と少なかったりとかするんですけど、うん、このホランとかやっぱり一番良くて、この右の ST にはやっぱ左利き置きたいんだよね。左利きでホランドって結構その体もね強いんですよ。フィジカル80あってボディコン91とかあるんですよね。でスタミナ95で、まあ、2362でチェイシングとか前からガツガツかけれるんですけど、やっぱ左利きでここからこう抜けてきて、まあ、こうやってパスが入った時に左で打つことが多いですよね、めっちゃ、うん、中にグーってきて、なんでやっぱここの1枚は左利きでね、こう左利きのねラインブレーが結構いないっすね。探してたんですけどいなかったっすね。まあこの後通常選手だけで組むならばっていうスカットの時にここの選手と注目してほしいんですけど、面白い選手ちょっと配置してます。でこっちはまあ右利きなんで、この間紹介したスアレスでもいいしっていった感じ、まあムバッペ置いてるんですけど、まあ火力があるムバッペ置いて、まあここから踏ん回すみたいな
感じで、イメージは本当もうここのね斜めの走りを意識してこいつが落ちてくるみたいな、うん、っていった感じで、まあ、これもこう上がっていくみたいな。でこの2枚はね本当特には攻撃参加させないですね。でベンチもこんな風になってますね、まあ、このラモスは、クリバリの回ですね。でバリオスは完全にグエンジュジの回ですね、うん、まあ、グエンジュジとバリオスはねぶっちゃけどっちがいいかっていうと、まあ同じぐらいどっちでもいいかなと。でこのゾブニーはハードプレスで、まあ、この間ね大外選手で、紹介しましたけど、やっぱここですね。CF のこラッシュフォードなんですけど、ラッシュフォードはねここなんですよね、まあ、後半から出てくるとやっぱラッシュフォードもかなり脅威ですね。ここでアルシュラウィンはまあ2列目からの飛び出しでここのクライフのところにすっぽりはまるみたいな感じです。でこれメッシね、ここメッシ置くんですけど、メッシもワンパワンシュースルーパス持ってて、まあ、ST で追った場合は、インサイドレシーバーなんで無印になるんですけど、まあ、ここね、正直体の強い選手を置いてもいいんですけど、ぶっちゃけメッシもまあ同じ役割をこなせる。まあ、あのダブルタッチとかで逃げることができるからね。そうそうそう。逃げることができて、あのボディコンとかも高いし、で、コーン7って、やっぱやれることがでかいですよね。あのコントロールカーブ、ループ、ミドル、ドロップ、ワンタッチシュートってスキルがかなり優秀なんで、まあ、遠目からどんどんシュート打っていくこともできるし、このねムバッペと、まあ、ホランと上手に使うこともできるんで、まあ、最初の開幕は取っていきますけど、なんか前の前線の動きが欲しいなと思ったらメッシュ入れたりっていう、こういう変化も加えるかなと思います、うん、でモラタはね完全にここですね。あのここでねモラタ出てて、試合動画ではなんかえぐいこういう風な抜け出しするシーンあるんですけど、もうここはねスーパーサーブで1枚切るみたいな感じになってて、まあ、これが一応動画でね、試合動画で紹介した時のスカットなんですけど、まあ、持ってない方とかもいるんで、ホランドとか、うん、そういった場合に組むならばというね、通常選手だけで組んできたやつも一応あるんでお見せしますね。なるとまあこんな感じになります。なるほど。まあ、後ろから見ていくと、まずディヘア、こう守備引いてますね。クリバリ通常全然いいですね。でルーベン・ディアス、やっぱアグレッシブさが高い、うん、足が速い。キャンベルと同じ総合値なんです、ちなみに、うん、結構役割こなせる。で後半7あるし、ラモスね、これも後半7あるセンターバックですね。で右の CB に置いてるのがこのビダルなんですけど、このビダルがワンパ持ってるんですよ、うん、ワンシューも持ってるんだよね。そう、ワンタッチパス持ってるし、あの十分ね守備能力が結構高いです。本当にあのボディコン、フィジコンもあるし、だから結構おすすめだね、右の CB で置いてるの、うん、ワンパ持ってますね。でここはもうグエンドジとゾブに置くと。で2列目のマルコ・ロイスを置く、コーン7ですね。でメッシをセカンドトップでまあ置く。あの意外とねナンバー10の通常戦線そんなにないんですよ。うん、そうだね、レジェンド感があるよね。全然ないんですよ本当に、うん、なんでメッシでまあいいかなといった感じ で左は、ここはルイス・スアレスを置いて、ここなんですけど、あの2列目のグリーズマンがいいかなと思います。逆アジンド精度が2-2なんですよ。でこれが要は1-1から2-2上がったんですよ、中型アップ で、うん、でここがまずでっかいのと、あと左利きなん で2列目を置いとくと2列目も結構似たような動きをしてくれるんですよね、うん、やっぱり中に入ってきてっていう。だからここはグリーズマン全然いいのかなと思います。これグエンドゥジってワンパついてんだっけ。ワンパ持っております。だから下手すると多分ね、グエンドゥジとゾブニー、はい、でワンパ2枚置いた方が攻撃の形としては結構スムーズになる可能性ありますね。それはあるんですよ。だからまあ要するにメッシ、ロイス、グエンドゥジ、はい、ゾブニー、はい、で右にビダル、この人たちがワンパを持ってるんで、このなんつうのスムーズに、はい、パス、まあ、ちょっと相手が重かったりとかね、そう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 、する場合はやっぱ必要なんで、まあ、この褒め全然いいかなって感じしますね。いいですよ。後半8のファンタイク入れとくと、ここ安心。バリオスなんですけど、センターバック適性つけれるのよ、うん、今ポジション適性あると思うんで、俺ぶっちゃけ通常のバリオス、まあ、FP 持ってる方は FP のバリオスにぜひつけていただきたいんですけど、通常のバリオスでも俺ここつけていいと思うんです、センターバック、まあ、今後バリオスが FP 出てくることはもう多分ないからね。そうだもんね。だから俺つけようかなと思ってて、ここに置きたいのよ、うん、バリオスこれコーン7あるし、アンカーの役割も担いつつこの数値なんで。でもさっきさ言ってたのはあのファンダイクがちょっとビルドアップじゃん、はい、これの場合はダブルアンカー引きたいみたいなところあるね。ファンダイクはねセンターバックに絶対置かないね、こっちに置く絶対。あ、じゃあクリバリとかルーベンディアスの会話どうする？あのだからここはこう回す感じだね。あ、なるほど。ちょっとそのこうやって回すみたいな。ただこれは極力は置かないですね、ファンダイクは。まあファンダイクはあくまでも、まあ、ここのここで使う、だセンターバック2枚があれだったらずらしながらっていう感じで使うっていった感じですね、うん。でアランはやっぱりスーパーサブ持ってる中盤の選手で、まあ本当に DMF をこうやって後半ねあの使ってもいいぐらい。このカンテね、このカンテもハードプレスなんでここ全然いけるかなと。だから通常のカンテもね十分強いです。でムバッペが最初ねこの左の ST 使ってたんですけど、通常の場合俺結構スアレスの方がいいのかなって感じるぐらい、まあ決定力とオフェンスセンスがねやっぱより高いからね、あのバチコリハマるんで、まあここはでもぶっちゃけどっちでもいいですね、うん、ムバッペでもまあスアレスでもいいかなと思います。でサニアは完全にここですね、あの OMF の替えスーパーサブっていった感じなんで、まあここね調子がねロイスが不調でも、不調でロイス使って後半からあのサニアぶち込むみたいな
感じでもいいかな。でサパタはもう完全にここで使いますね。もうメッシュのところで最後攻撃しに行くときにもう SD じゃなくてセンターフォワードにしてもう火力を増していくみたいな。ちなみになんですけど緊急措置としてそのロイスもサネも死んでると、はい、いうことになったら、まあ、メッシを OMF にして違う選手を SD に切り替える、うん、その例えば、うんまあ、こういうっていう緊急こういうの、ね、緊急なのも、うんまあ、あるっちゃありますね。そう、まあ、ここら辺はだからやっぱ調子次第を見て、うんまあ、組んでいくといった感じなんですよ。十分ね、まあ、通常選手でもやりくりはできるのかなといった感じで、まあ、本当ポイントさえ抑えれば本当ルーベン・ディアスとかも本当強いですし、ビダルとかもワンパ持ってるしみたいな感じで、ゾブニンだってやれるしみたいな感じなんで、まあ、このスカットでも、ね、全然やれるのかなと思うんで、まあ、多分ねみんながみんな俺はねマルディーニ持ってるとかね、ビエラを持ってます、ところどころ持ってる人もいると思うんで、そうだからところどころ持ってる方とかは持ってないポジションの選手っていうのはこういう選手使ってるんだなっていう感じで見ていただければいいかなと思いますので、まあ、ポイントさえ掴んでいただければこのピーチブルーのバージョン 2.0 結構ねコメント欄とかでも良かったですっていうコメントいただいているんで、ぜひですね人選ね参考にしてもらって試合していただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、この動画が良ければぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。どうしようさらぼう。